配信の前に寝るか迷ったんですけど寝ませんでした。月曜日から楽しんでるね、ありがとうございます。手相いいね。私全然手相薄くて見えないんで、いいも悪いもないです。マジで手相薄くて見えない、本当に見えないでしょ手相。だから手相占いとか面白くないんですよね、私薄くて見えないから。早起きおつ、おつでーす。毎月恒例ね。21時からの公式 YouTube にそわそわしてます。あ、ね、昨日バーンってなりましたけど、何ですかね メンバーしてますよ、さすがに、さすがにね。何ですかね、しらじらしい。いいことですかね、悪いことですかね、どっちですかね。うーん、あと1時間半後か。まあまあそんな気にしても仕方ないんで忘れましょう一旦今日はパン屋さん巡りに行きました、下尾美宇ちゃんと。今日の出来事をみゆちゃんがメールで日記のように教えてくれてたって私が言う前にみゆのメールを取ってる人はもうバレてた、私の行動が。あ、バレたと思ってはい、その通りです。朝集合して、まあ今日はまあパン屋さん巡りだけかなと思ったんですけど、なんとこう話してパン屋さん行って、あのご飯食べてるうちに、なんかそういえばなんか今携帯ケース探してるみたいな話になって、でそれで「えっ、じゃあ買いに行く？」みたいな、最初はもう買いに行くみたいな感じのノリだったのね。でお互いにまあ欲しいっていうことで、じゃあプレゼントしてあげるよみたいな。誕生日、あ、じゃあプレゼント交換しようってなってしました。だからお互いに好きなのをカスタムしてお会計って感じでしたね。なんか自分でなんかカスタムしたのをあのプレゼントおめでとうみたいな感じで言われるとなんか不思議な感覚だった。いつもはこれなんやろうみたいなで開けてわーって感じやけど、もう自分で選んでみたいなのは初めて、ほぼ初、友達では初めてなのでね、不思議な感じでした。もう1ヶ月、ミュートは1週間ぐらいしか誕生日が違うんですけど、しか変わらない、全然1週間ぐらいしか変わらないんですけど、ちょっと早めにプレゼントということで
はい、仲良しですね。でな、そう、お揃いのケースにはしてないから、あの惹かれるぐらいではない。なんかそこでお揃いにしてたらちょっとカップルかなみたいになっちゃうんで、そこは全然違う感じのケースなんですけど、ブランドは一緒みたいな感じですね。カスタムしましたよ、この首と、これもこれです。可愛くね。この子に一目惚れしたの私は。可愛いっしょ、可愛い。誰かわかんないけど可愛いから買いました。一目惚れ。可愛すぎる。なんか高いんですよこれ、ケースの割に。でもめちゃめちゃしっかりしてた、想像以上。なんか使ってみて安心感がすごい、このケース。素晴らしい。で、もうお店でケースはめたのね、携帯ので。これ一緒に写真撮りたいけど撮れないねってなって、お互いケースはめてるからもう一個端末がないと写真撮れないねみたいになって、で歩いてたんですよ。そしたらプリクラ見つけて、あ、プリクラ撮ろうみたいになって、プリクラも撮りました。でも加工しすぎて携帯ケースこうやって見せてるんだけど、うねーってなってるのよ。顔小顔になってるから、そこのケースがなんかみわーみたいな、めちゃめちゃ歪んでて、そう、撮ってる時気づかなかったのね。でもこう写真完成したの見た時に、いや歪みすぎやろと思って、ツイッターに写真載せたんですけど、めちゃめちゃ歪んでるし、めちゃめちゃ目でかくなってるんで見てみてください。っていう楽しい一日でした。ミュート終わったのはちょっと久々だったんですけど、まあ会ってたけど、あのパン屋さん巡りは月一なので、月一の楽しみみたいな、ミュートの楽しみで、今日はいつもパン屋さんだけ行ってバイバイって感じなんだけど、今日は少しだけお出かけもできたので思い出になりました。てか、あ、そうで、昨日はナナさんのソロコンに行きました。最高だった。トヨスピットだったんですね。トヨスピットってチームメイトでも立ったことがあるところなんですけれども、お客さんとしてこう見に行くのは初めてだったので、スタンディングってこういう感じなんだ、めっちゃ疲れると思いました。で、一人で行ったの。一人で行って心細と思いながら関係者のとこ入ったら、17期生のこと、あとさきぽん、道枝さきちゃんとずんちゃんがいたの、山根すずはちゃんで、そう、みんなで喋ってて、で、そう、途中ずっとずんちゃんとね喋ってたんだけど、ずんちゃんは
ほぼ初めてちゃんと喋った昨日。でもさゆなとめっちゃ仲いいから、なんかいつか仲良くなれそうだなってそういう予感はしてたんだけど、昨日ね喋ったらめっちゃおもろい、あの話が弾みまして、本当に弾みに弾んで、同じ関西ですし、なんかちょっとおもろいし、だから昨日 LINE 交換しました。で3月遊べたらいいねっていうことでカフェに行く約束もしちゃったりして、そんな仲良くなるってぐらいちょっと話弾んじゃって楽しかったです。そう、同い年だと思う、多分。はい。で、そう、ずんちゃんと喋ってたら、あのトントンってされて、パッて振り向いたら、あの横山由依ちゃんがいたの。え？みたいな。横ちゃん？と思って、あの横ちゃんにも会いました。いつぶりやろ？めっちゃ久しぶりに会ったんですけど。可愛かった。横山由依さんじゃなくて横ちゃん、エイトの青森の、はい、嬉しかった、可愛かった、相変わらず変わってなかった。次はいつ会えるんでしょうか。そう、一人で行って心細かったけど、なんかすごく安心した、知ってる人いて。よこちゃん元気だった。でも元気そうだった。ペンライト買ったの。ペンライトこれもらった、入場の時に。もし奈々さんの推しカラー緑なんですよね。だからずっとせいか緑光らしてたよ、こうやって青、まぶし、まぶしい。白はないね。皆さんめっちゃ歌うまかった、うますぎ、本当にうまい。なんか世界観素敵だったね、衣装も可愛かったし。奈々さんはねチーム4の時から一緒 で昔からすごい人なのは知ってたんですけど、なんか知れば知るほどなんか人柄もいいし歌もうまいし、なんてもう顔美しいしね、顔も。だからね尊敬してるんですよ私は。はあ、ほんまに、ほんまに本当に歌がうまくて、生バンドも素敵だったの。なんか迫力がねすごいドーンってめっちゃ良かったですよ。奈々さんに会うのはあのお話し会の時に会って喋ってて、だからそれ以来、その時にソロコン行きたいですっていう話してて、でちょうどね行けたので行かせていただきました。
か充実してるね。そうでしょ、2日と言わずもう私今月めっちゃ充実してます。いい感じ。来月も楽しいこといっぱいあるんで楽しみです。昨日会場の近くでセリちゃんとすれ違った。私のこと分かりました。マスクに帽子深くかぶってたから絶対誰にも誰も私って分からないって思いながら歩いてたけど、で横にズンちゃんいたからズンちゃんみたいなズンちゃんみたいな感じのあったんですけど、マジで隣でひそひそいたな。せいちゃんって思ったけどやっぱり目がパッチリしてたから可愛すぎてすぐに気づいた。絶対ほんまにこんなんですよ。すいません、声かけづらかったら昨日。そう、喋ったらわかるかもね。しかも髪も伸びたから誰かわからんって自信持って歩いてたんだけど髪の長さじゃわからんか。歩くの早いでしょ。早いです。歩き方も姿勢よくて特徴あるし、やばい、歩き方の特徴捉えられてんのやばい、結構おもろい。絶対わかる自信がある。ほんまに？帰りずんちゃんとご飯行ったりしたの？してないです。電車は一緒だったんですけど途中でバイバイ。声かけないでオーラ出してそう。え、そんなことはないんですけどね、さすがにこの私がさすがにね。そんなね感じではないと思う、さすがに。でも昨日のコンサートは48楽曲、なんかメドレーとか AKB の楽曲をちょっとアレンジしたのを歌ってて、なんか馴染みのある楽曲がめちゃめちゃおしゃれになってたり、めちゃめちゃいつもよりなんか生バンドでかっこよくなってたりとか、あとナナさんの歌声の迫力ですごいことになってました。とても声かけても無視されたら泣く。いや、さすがに無視はしないんですけど。
さすがにね、前はずっとスピッといけた、いけました。スピット懐かしい、懐かしいな。スタンディングって疲れるよね本当に。皆さんいつもありがとうございます。スタンディング本当に、スタンディングってめっちゃ疲れるよね。ずっと立ってるし、その見てる時は全然疲れたりとかしないんですけど、帰り歩いてる時とか家に着いた時とかに疲労感がドッとすごかった。何年前、結構前声かけてもその後なんて言えばいいかわからなそうで声かけれません。まあ、その時はその時で間違えてるかもしれないからね、その人がもしかしたら本人じゃない可能性もあるか。確実に本人だと思って喋りたいと思ったら、あのセリちゃんですかみたいな、応援してますぐらいで、今日何してたのみたいな感じで話しかけられると、おーおーおーってなるんですけどなかなかあの応援してますとかって嬉しい。でも何してたのって聞かれても、あ今日は朝ごはんにこれ食べてって答えると思うんですけど、でもいつも、もしいつも来てくれてるファンの人とかあのだったら、あーってなる。本当に知り合いみたいな、知り合いみたいな感じだけど、朝ごはんから始まるの、はい。でもなんかあの普通に歩いてて声かけられた時って女の人が多い。なんか何かそのコンサートとかでなんか招待していただいて見に行った時とかはあの「おっ、てか?」みたいな感じで声かけてくれる男の人、ファンの人、あんま知らない方とかでも気づいてくれたら手振ってくれたりとか「応援してます」みたいな軽く声をねかけられることあるんですけど。本当にプライベートで声かけられる時って本当に女の子が多い、今までの感じだと。なんて声かけるの、あの AKB のって聞かれて、あ、はいみたいな、え、チームメイトのせいかちゃんですかみたいな、もう本当にハテナハテナハテナみたいな感じ。昔は握手してくださいとかあった、コロナ禍じゃない時、めっちゃ前。今はさマスクとかだしそんなかもしれないんですけど、
まあ、今はね握手とかもダメダメっていうか、まあできないだろうし、写真とかもあんまりなんなんなって感じなんですけど、サインとかもサイン会来てくださいっていう感じになっちゃうんですよね。まあ私のサインそんな街中でいる人あんまりないと思うけど、皆さんでも真似できそうなサインだから。でも私あのお手紙に、ファンの方からいただくお手紙にね、セリカのサインを真似して書いてくださってる方がいたんですけど、ちょっと惜しかったんだよね。ちょっと違うけど可愛いと思って。連絡先を聞くのはおもろ、ナンパじゃないんだから。萌えゼリフしてくださいって言われたら無理ですっていう、じゃあって言って逃げるかも。さすがにね、嫌でしょ。でもね、メンバーと歩いてたらね気づかれるけど、一人の時はもう全然帽子だしね、ほとんど私があんまり人のことを見ず、結構地面を見て歩くんですよ私。だからね、私もいつも応援してくださってるファンの方に気づけないかもしれない。今日とかもほとんど地面見て歩いてたから、帰り際に上向いたら、あ、今日ってめっちゃいい天気やったんやって気づくんですよ。全然ながらスマホとかじゃないですよ。もう本当に歩くときにもう目線が下なのよ。こうじゃないよ全然。こう斜め下、こう自分のこれから歩いていくとこを見てるんですね。こういう感じで。明日からあったかいらしいよ。それな、嬉しい。でも虫が登場するのはやだ、本当に。花粉がやばいらしい。やばそう。私多分花粉症じゃないと思うんですけど、目が痛い。もう昨日はこっちだけ痛かったんですね。でも今日は外出たら両方痛くて、
おかしいなみたいな、眼球が痛いんです、なんでかわかんないけど。これ花粉症かもと思って調べてやったんですけど、肌も痒くないし、くしゃみとかも何もないんですよ。ただ目が痛い、眼球が。ちょっとやばいよね、デビューマジかって聞いちょっと無理かも。でもさすがにまだでしょって思ってるんですけど、でそれはみゆに言ったんですよ、なんか眼球痛くてみたいな、なんか痛いみたいな言ったら、花粉症じゃないって言われて、みたいな。でも全然肌荒れもしてないし全然大丈夫やねんけどって言ったら、強がったらダメっていう、強がりは良くないっていう感じで言われました。早起きしたからじゃなくて、いやそうだからね、早起きして眠いかなって思ったんですけど、普通にねいっぱい寝てるんですよ普段から。だしいつもより全然映像、まあいつも通りなんですよ、ドラマとか携帯見てる時間とかも、もうショールームでも画面見続けてるし、これはもうずっと。だから眼精疲労ではないんかなと思うんですよね。っていうか眼精疲労だったらいつもの痛さでわかるから疲れてるなと思うんですけど、昨日だってこっちの目痛くて目薬もさしたんですね、薬も飲んだの、痛み止めみたいな、痛くてで肩も痛かったからね飲んだんです。で治ったんですけど、薬が効いてる時は、薬が切れた瞬間また痛くてこっちの目が。でも今日はもう両方痛い、肩は左が痛い。なんか肩こりっていうのはもう昔からなんですけれども、もう本当に肩こうやってひどくて、なんかついてるんちゃうってさよなに言われたんですけど、大丈夫ですかね私コンサートで強い光見たからじゃない、あでもそれはありそう、コンサートね、このチカチカでね、確かにそれはでもありそうなんですよね。でもまあ朝から痛かったからこっちの目は。だからね、まあ3月の中旬になっても痛かったらさすがに病院行くわ。まあでも私のことなんで多分大丈夫なんですけど、なんかこう動かしたら痛いんですよね眼球を、こうやって。でも大丈夫、こういう時って眼科、皮膚科、皮膚科じゃないか、眼科、葛根湯、あ葛根湯か、いいね。近視にならないように、私マジでやばい、近視がやばい。昔から近視ですよって言われてて、でもめちゃめちゃ 1.0 はあったんですよ昔だから、大丈夫大丈夫と思ってたんですけど、もう最近もう小さい文字、遠くの小さい文字が見えなくてですね、ぼやけます。
や見えるんですよ全然。ですが遠くのね小さい文字が見えない。このタブレットを3-4メートルぐらい先に置いたらコメントが一切見えない。そりゃ見えないか。コメントは2メートルぐらい離れてたら見えないかも。3メートル離れすぎ。視力検査の一番上が見えません。え？一番上って一番大きいやつじゃない？マジ？辛い。その大きなお目々を細めるのはやめて。なんか細めたら細める癖がついちゃって言われて、もう逆に開ける。見えないと思ったらこうやってチーッとしてたら見える。こうやってチーッてもう目をバーンってする。そしたら見えます。だってマスクに帽子でこれだからね。怖すぎ。視力検査したいなと思ってるんですよ、ずっと前からか。でも1年ぐらい前に視力検査した時は 0.7 と 0.8 だった。多分左が効き目なんですよ。で左の方が使ってるから左が多分弱い。ちょっとでもいい方なんですけどね、普通に考えて。でも 1.0 あったんですよ私本当に。でもやばいっていう話、じわじわ来てますよ。これは無理すぎる。目がいいだけが取り柄だった時もあるんだから。視力 B ぐらい。そうだ、昔はA あったんですけど、もう全然余裕の A って感じだったんですけど、今ちょっと B いっちゃうかもしれないですね。視力目がいいイメージやったのに。そう、私も自分で目いいと思ってたんですけど最近見えないんです。遠くが見えません。でも近くは見えます、さすがに。近視だから私。じゃんじゃんじゃん。劇場で見えづらくなったことある？それはないんですよね。なんか駅の看板が見えないの。電車の何々線はこっちみたいな。その何々線がもうわからない。近づかないと看板に。遠くが見えません。でも人は見える。文字がぼやけるんですよね、こう二重に重なってるみたいな感じ。なんか内輪の文字は見えます。ダンダンって書いてるから、それはもう余裕。
しかも劇場ぐらいの近さだともっと余裕、もうちょっと離れたのは見えないかも。でもそういう時はコンタクトをはめればいいって話なのでいいんですけど、私も昔ちょっと前までカラコンつけてたので、つけるのはもう慣れてるので普通の透明のやつつければいいんですけど、乾燥するから嫌なんですよね本当に。コンタクトって最近のコンタクト全然乾かないからいい。マジカラコンやから乾燥してたんか。ドツキのカラコン、いやドナシをつけていました。前はドナシでーす。20分になったらランキング読もうかな。話すことあったかな、なんか。あ、TikTok 見たよなって。そう、今日も撮ろうかなみたいな。私の友達の M ちゃんが、次はこれ撮ってなって LINE 来たんですよ。私がTikTok 上げた瞬間、その日に次はこれ撮ってなって、もう撮るの指定されたんでちょっと撮らないといけない。うん、私の友達の M ちゃんスタバで働いてるんだけど、あのね、桜美味しかったって伝えました。ソイラテがやばいって伝えました。そしたら次のスタバの新作モバイルオーダーで予約したらさっき飲めるよって宣伝が来ました。なんて言ってた、それだって美味しすぎるって言えたら、それなみたいな、それはマジでうまいみたいな感じの返事が返ってきたかも。なんか新作とか自分で作って飲むらしいんですよね。すごいよね。モバイルオーダー使ったことないんですけど、でも M ちゃんがスタバで働いてるけど、それそこのお店には行ったことない。いつか行こうと思ってるんですけど行ったことないです。今度行きます。行けたら行くみたいな感じ。多分行く。あ、1日の3月1日のイベントは上下どっちってよくファンの方に聞かれてたんですけれども、昨日歌わりとか立ち位置とか想像した感じ、多分まだちゃんと確認してないけど下手が今回は多い気がします。今回は下手かなっていう
珍しく下手が多いです。じゃん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 、毎日聞かれてるね。皆さん私の髪下が気になって仕方がないんですよね。下手が多いです。いやもういい加減見ないといけないと思って、絶対に今日も聞かれると思ったから見てきました。であと毎日カラオケ配信いつみたいな来るので、さすがにもう歌う曲決めました。さっきだけど、土日の早い時間の方が皆さん見れると思ったから、3月の土日にやろうと思います。 4,5 曲決めたんで、だから3月の1週目の土日か2週目の土日か3週目の土日ぐらいにはしたいなって思ってます。でも無理だったら平日にする、さすがに。そう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 、今回のテーマ、テーマでもなんかラブみたいな感じの、ハートみたいな感じの曲かな。でも気分変わって変える可能性もあるんで、ちょっとさっき決めたのはハートラブみたいな感じ、大雑把に言えば。であれだね、春は4月ぐらいでもいいかなみたいな感じで、もう歌っちゃうかも。でも春もまとめて、でもなるべくこのカラオケ配信で歌ったことない曲を歌いたいなって思うのと、なんか評判良さそうな曲も2回目とか歌う可能性もある。でもちょっと珍しいかも今回選んだの。だからまだフル歌えない、聴いてない、聴かないといけないか、さすがに。じゃん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 、私の歌を楽しみにしてくれる人もいるんだなと思うと嬉しいです。ありがとうございます、本当にありがとう。でまずは3月1日に私のあれイベント見れますし、2日も公演ですし、3月は多分皆さんに会える機会が多いと思います。2月はどうだった？まあ公演はあったんですけど、あーでもリアル話し会もあったね。2月もなんやかんや会えてたけど、3月石川のイベントもあるし、A 公演もまあまあまあ出る時もあるのでって感じで、おそらくこの前収録した麻雀のやつも3月とか4月ぐらいには放送あると思うので、また告知します。日付がなんか分かんないんですよね、放送日が。あとまだ発表されてないのもちらほらある
感じですので、お楽しみに。波動もあるんですよね。波動がちょっと心配です。波動はなんか嫌じゃないんですけど、心配。もうマジで A の皆さんに迷惑かけるのがもうやばい、いやもうね、これで優勝とかしたらすごい波動楽しみってなるんだろうけどね。そうなんです、ビリか3位しか取ってないんで、私一回体調不良で休んだしね。え、まあ波動の話はまた今度するとして、そろそろランキング読みます。13位、社員アットしもべ27号、下を見ず前を向いて歩いてねさん、ありがとうございます。はーい。12位、カリカリ梅よアット、また髪色明るくなったんじゃないさん、ありがとうございます。書いてないけど。11位、ずーしみけんすけアット、みゆちゃんからもらった誕生日プレゼントめっちゃかわいいねさん、ありがとうございます。書いてないけど。10位、ゆうすけアット、せりちゃん今日のメイク好きさん、ありがとうございます。書いてないけど。9位、中心アット、せりちゃん、今度の公演見るよさん、ありがとうございます。書いてないけど。8位、マッチンアット、もうすぐ2月が終わるねさん、ありがとうございます。書いてないけど。7位、ヨッシーアット、もう3月横浜で会いましょうさん、ありがとうございます。さよなら、もう明後日。6位、まさのぶアット、せいちゃん今何飲んでるの、水です、そうなんださん、ありがとうございます。書いてないけど。5位、中心アット、せりちゃん目の痛みお大事にさん、ありがとうございます。書いてないけど。4位、ひのちゃんの中心アット、せりちゃんの配信面白いさん、ありがとうございます。書いてないけど。3位、タクアット1日のイベント楽しみさん、ありがとうございます。それな。2位、淡路の黒ひょうアット、あさってよろしくさん、ありがとうございます。よろしくね。そして1位はすすきの風来坊アット、今日のインスタに載ってた桜の香水めっちゃ可愛いねさん、ありがとうございます。書いてないけど。はーい、今日もありがとうございます。最高でした、めっちゃ楽しかったです。本当に忘れないようにメールも送らないと。アフタートークなんですけれども、なんか話すことありますか？私なんかあるかな、話すこと。目を大事に。はーい、もう目が痛くて痛いんですけど、昨日はね、そうそうそう、昨日はライトはね、多分はそれもあると思うんですよね。誕生日1ヶ月前の感想、そう、今日はもう2月27日、もうあと1ヶ月で私は
21歳じゃなくなります。そうです、そうなんです、21歳じゃなくなるんです。刺激少なめの目薬がいいよ。めっちゃなんかスースーするやつ買っちゃったな。自分にタンプレ何か買うの。でももう香水買っちゃったの、桜の。本当は AirPods Pro、 もうノイズキャンセリングが欲しすぎてそれ買おうかなと思ってたんですけど、香水を思わぬタイミングで買ってしまったので、それがもう私のタンプレです、自分への。紐ないけど平気。なんか最近紐いらんかもって思い始めてきてて、このなんだろうね、心境の変化。なんかノイズキャンセリングが欲しいと思っちゃうんですよね。あ、全然ヤンデータ貸すんじゃなくて、なんか集中して見たい時とかあるじゃないですか。新幹線とか乗ってる時にガタ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 っていう音じゃなくても、本当に映画とかドラマに集中してみたいなっていう感じで、あとなんだっけ、そのイヤホン入れるケースが可愛いの、可愛すぎて、なんか揃えたいじゃなくて、いろんなのあったら楽しいだろうなって思って。だけどその AirPods はいつ買うかわからん。正直もうママにめっちゃおねだりするか、自分で買うか、もうなんかやばい、買いすぎ。でも香水を買ったからさすがに自分へはもう買えません、使いすぎ。4万だからね、4万もするの？ AirPods Pro？ そんなにするの？2、3万ぐらいかと思った。4ですか？大丈夫？絶対に落とせないよ。それな？もう落としたら、片方落としたらもう2万円分ぐらいもなくしたことになっちゃうからね。やば。でも今も使ってるイヤホンあるから、私そんな急ぎじゃないから、クリスマスぐらいでもいいんですけど、自分で買うので、そうあれば、そう。ノイズキャンセリングで紐ついてないかな、なんか別に紐はもういらないかなと思ってるんですけど、なんかなくすって思うと怖いよね、やっぱり。でもケースが可愛いから
紐は邪魔じゃない。じゃあなんか紐なんか嫌だと思った理由は、強い風が吹いた時にめっちゃ取れるんですよ。こう紐がミャーミャーミャーってなってバーンって。あと踊るんですよ、イヤホンしながら。勢いよくターンとかしたりしたら飛んでいくよね。イヤポッツにつけれる紐も売ってるよって。そうなんや。いや悩むわね。自転車乗ってて取れたら最悪。それな、だってさ、もうめっちゃ勢いあるじゃないですか、自転車なんて。てか今日みゆになんか一緒にサイクリング行こうって言われて、急になんかサイクリング誘われちゃって、ごめん自転車乗られへんって言ったら、あそっかって言われて終わった。すいません本当に乗り悪くて申し訳ない。なんか前もね、みゆに子豚カフェ、なんか動物のカフェ行こうみたいな言われたの。でもあんまり行きたいと思わなくって、その時大丈夫、あの興味あること言ってみたいな感じで断っちゃったのね。で今回もサイクリングがいいかって言われて、ごめん自転車乗られへんみたいな、乗り悪すぎ申し訳ないなって思ってるんですけど申し訳ない。いや自転車乗れてたら行きたかったっていう感じなんですけど、本当。でみゆが違うこと、その動物のカフェとか行ってたんでちょっと安心したんですけど、サイクリングだけはちょっと無理だね気持ちよさそうですけど乗れたら。申し訳ない、練習して乗れなかったから本気で乗れないんですよ。焼けるしなと。一輪車は乗れます、学校でやってたんで。一輪車乗れるからいいかなと思ってたんですけど、一輪車こいでる人あんま見たことなくて、街中で私学校で一輪車と竹馬はめっちゃ得意だったの小学校ね。でももう中学校から乗ってないから分かんないんですけど、もう乗れないと思うんですけど。あとウィングレットも乗れます。ツアーでステージ上でウィングレット乗ってたんですよ私。もう乗る機会はあんまなさそうなんですけど、楽しいですよウィングレット。怖かったです、普通に考えて。ステージ上でウィングレットなんて。でもめっちゃ楽しい、あれは本当に便利だね。普通にあれが走ってるんたらめっちゃ目いきそう。
さんって意外とどんくさいの。いや私はどんくさいと言われたことはないです、一度も。ですが苦手なことはあんましたくないんで、ドッジボールとかもトラウマがあってもやんないし、自転車も、自転車はまあ別にトラウマとかないんだけど、まあ、日焼けするから、まあ、親にももうやめって言われてやめたって、まあ、それだけなんですけど、別にそんなにどんくさいかなと思ったことない、自分でも。はい、水泳もあんま見学してたんですけど、ほとんど日焼けするから。でも先生に平泳ぎだけはマジ頑張れって言われて 50m テストで合格しました。でもクロールはもう諦めました。はい、本当は多分やれば、練習頑張れば多分できると思うんですけど、体を動かすの好きなんで、はい、でもねやってないんですよね。みんなが背泳ぎとかバタフライやってる隣で、私は平泳ぎのテストしてたからね、 50m。 日焼けするから見学ばっかりしてて、でも本当にさすがにテストみたいな時に一人で練習して、でテストやってみたいな。しかもめっちゃ身長低くて、私もう本当に水の高さこんぐらいなの、普通に立ったら。だからこうやって頑張って、身長低いから水にこう浸からないように、それだけでも精一杯だったの。よく頑張った方です、水泳に関しては。でももうテスト終わってもうやることないんで見学してました。冷たいし、プール。先生の近くでバタフライ風して水かけて怒られました想像したらちょっとおもろい。じゃあですね、そろそろ終わりたいと思います。とりあえず3月1日のイベントはあれです、下手が多分多い、変更点あればまあメールとかツイッターでも書くんでそれ見てください。あとはまあまた今度配信します。じゃあ、21時からの発表もうすぐですね。何ですかねじゃあまた会いましょう。メール送ります。バイバーイ、ありがとうございました。おやすみなさーい。